はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はクリスマスですが、皆さんどうお過ごしでしょうか。久しぶりに僕は DAW のプラグインを購入しました。ウェイブスのハーモニーというプラグインです。ハーモニーのプラグインはたくさん持っているんですけれども、ちょっと興味が湧いたので購入してみました。村長のミュージックスタジオ。まずは原曲を聴いてください。ボーカルトラックのみです。街角のランタン、口ずさんでちょっぴり僕に微笑みながら。はい、尾崎豊さんの名曲の一節です。これにハーモニーをつけたいと思った時に、皆さんはどのようにするでしょうか。もちろん自分が歌うというのもありです。今回のボーカルはシンセサイザー V のリョウという音源で鳴らしています。ウェーブスのハーモニーがあると簡単にハモリを作れます。今画面にセッティングしているのは3度のハモリを作るという状態です。ここに3度がありまして、少し右寄りにメインのボーカルより下がったところですね。音量が下がったという意味です。そしてこのバイパスを切りまして鳴らします。街角のランタン、口ずさんでちょっぴり僕に微笑みながら。このようにですね、ハーモニー用のソフトがあればこういうことが簡単にできるわけです。ウェーブスじゃなくてアイドトープのネクタというのなんかも同じことをやってみますね。はい、こんな画面ですが、ハーモニーを作りたいときはここでハーモニーを選びます。するとこんな画面になりますが、条件を先ほどと同じようにするためにこのハーモニーは削除しておきます。そしてこの右側、まあこの辺ということで、そして3度のハモリを作るんですが、その前に楽曲のキーとスケールというのが必要になってきます。それはこの左の方のピッチという機能で設定をします。このキーは D のキーですので、今 C になっていますので D に変更します。そしてここがクロマティックになっていますけれども、正確なハーモニーを作るためにはこのメジャーというのを選択します。その状態でもう一度ハーモニーの機能に戻ります。そして今ユニゾンとなっているのを3度のハーモニー、これを選びます。その他にもまあ細かい設定はちょっとあるんですけれども、今日はここのところはサクサクっといきます。これで聞いてみると、街角のランタン、口ずさんでちょっぴり僕に微笑みながら。こういうことですね。どんなハーモニーソフトでもですね、初心者の人はこれでハーモニーができますので、こういうハーモニーの機能を便利に使ってください。話はウェーブスに戻ります。ウェーブスのハーモニーはとってもいいのはですね、上のところに先ほどでしたらメジャーとマイナーというふうにしかネクター3の方では設定ができませんでしたけれども、もっとたくさんのスケールがあります。ブルースのスケールであったり、マイナーでもですね、ハーモニックマイナーであったり、メロディックマイナー、そしてドリアンとかですね、いろいろ僕もスケールのことは勉強不足なんですけれども、たくさんの選択肢があるわけです。この辺のところも優秀ですね。そしてこのソフトのざっとした使い方を言いますね。画面上でクリックするだけでこのようにハーモニーが追加されます。プラス4というのになりましたけれども、これを切り替えたりするのは、例えば今4が選ばれている中でですね、このピッチというダイヤルを
回しますとマイナス5とか7とかいろいろこういうふうに設定ができるわけです。このように追加をしましたら、ちょっと聞いてみましょう。街角のランタン、口ずさんで。はい、このようになります。これが8声まで追加できます。そして、良さげなものをこのように追加していってくれるわけです。街角のランタン。そしてですね、プリセットもたくさん用意されています。ここで選択をしまして、例えばダブラ、ダブラというのはボーカルを2回歌ったような効果を出すためのものです。このように一つ選んでみます。左右に分かれたこういうのが出てきましたね。ちょっとやってみましょう。街角のランタン。はい、その次もやってみましょう。この矢印で送るだけでどんどん変えていけます。とっぴりも奥に微笑みながら。これはものすごくトリッキーですね。これもすごく動いてます。これはビブラートのように震わしてくれるようです。街角のランタン。でもちょっと実用的じゃないですね。口ずさんでちょっぴり僕に。このようにいろんなことが本当に簡単にできるんですけれども、これの深い解説は今日はいたしません。それよりもハーモニーというものの作り方というのを勉強していきたいと思います。一番下のトラックにハモリ1と書いていますけれども、普通のボーカルメロディーをそのままですね、打ち込んであります。ですから、ボーカルをミュートにしてこちらをソロにします。これで再生をしてみます。これのハーモニーを作るとなったらどうすればいいんでしょうか。今回はこの部分だけやりますね。3度上のハーモニーを作るという時です。これを全部選択しまして、3度上に皆さんも上げているんではないでしょうか。まずこれで1度です。これで2度ですね。このようにして上げるんですが、今は分かりやすいようにはい、なんかおかしいですね。出だしのところは良かったようにもあるし、良くなかったようにも思います。音楽の基礎理論のある方は分かっていると思うんですけれども、これではハモリとは言いません。平行に全ての音符を3度にしただけではスケールと合致しません。こういう時は皆さんおかしな音を一つずつ、あ、これは D では使わないからみたいにしていってるんではないでしょうか。例えばこのファの音というのは D のキーでは使いません。これですね。これをここに逃げたとします。そうするとこれの方が収まりがいいですね。もしくはそのまま連続音になりますが、はい、これの方がずっと聞きやすいですね。こうやって編集している人をとっても多く見ます。特に音楽理論がしっかりしている人はこれをするのがさほど苦にならない、だからかもわかりません。もしくは何も一個ずつする必要はありません。これがおかしいなと思えばですね、ここでこのように連続したところを選択しておいて、そしてこれをずらせばいい。そのように自分の持っているハーモニーの知識で変更されている方がとっても多いんです。
でもこんなことをする必要は全くありません。ちょっと元の方に戻しますね。このように元に戻りました。これをですね、 D のメジャースケールで3度のハモリを作りたい、それならばですね、ここを D のメジャー、まあ今なっていますけれどもですね、選択した後、その上のスケールのところにチェックをこう入れて、鍵盤が白くなるようにしておけば、嫌でもスケール内のところにしか動かなくなります。このようになるわけですね。また先ほどと同じように複製モードでやっておきましょう。スタジオ1の場合はオルトキーを押しながら上げるといいでしょう。こういうことですね。じゃあこれで聞いてみましょう。はい、このようにですね、ハモリが作れるわけです。いわゆるキーとスケールに合わせてそれ以外のところには動かないということです。すべての DAW のことは知りませんが、スタジオ1だけじゃなくってキューベースにはスケールアシスタントというような機能もありまして、こうすれば必ずスケールを外さなくなりますので、もう2度上げてみましょう。はい、これで聞いてみます。一つ上げます。もう一つ上げます。もう一つ上げます。はい、これも不安定ですね。気をつけないといけないことがでも一つあります。今のように階段のように上げていくとですね、今ちょうどオクターブ上になってるんですけれども、下のラインと変わってしまっていますよね。わかりますか？ですからこれはですね、一旦削除しますね。上げたい時には一発で上げないとスケールは外れないですけれども、綺麗なハーモニーにはならないです。もう一度このように全部選択しておきますよね。変えたいときは一気に上げます。違うと思ったらもう一度コントロール Z をしまして、例えば下にやりましょうか。こういうことです。さあそこでですね、ハーモニーのソフトにはこの MIDI でハーモニーを作るという機能があるんですね。これをですね、先ほどのように3度上げします。このように上げます。そして元のところを消します。もちろん複製しないでやればよかったんですけれども、皆さんに消すことを見ていただくためにこのようにしました。このようにハーモニーを作っておけばこんなことができるようになります。このボーカルトラックにはウェイブスのこのハーモニーソフトがあります。そして左右には今ユニゾンが入っている、そんな状態です。そしてここなんですが、ノートというのが青く点灯していますね。これをオフにしたりオンにしたりもできるわけです。
先ほど作ったハーモニーのパートですね、ミディで作ってあるわけですけれども、ここにですね、ウェーブスのハーモニー、モノ、ステレオというのがありますが、これを選択するんです。そうしましたら、面白いことに、このプラグインの中で先ほどのミディが浮き上がってくるんです。街角のランタン、口ずさんで、ちょっぴり僕に微笑みながら。はい、これは今真ん中に来ていますけれども、ここでパンを振ることもできます。そして大きさ、ハーモニーですからちょっと小さめ方がいいですよね。このようにボリュームを調整することもできます。街角のランタン、口ずさんで、ちょっぴり僕に微笑みながら、このようになるわけです。そうなったらこれでハーモニーが作れているということになるわけです。ここにちょっと消し忘れがありましたね。これをまたですね、このようにしてあげます。今度は複製を残したままあげます。このようにするとどうなるでしょう。街角のランタン、口ずさんで、ちょっぴり僕に微笑みながら、このようにできるわけです。そうなるとトリッキーなハーモニーもですね、ここで簡単に編集ができるということです。そして今はスケールにスナップするようにやっていますので、例えばこういう伸ばすところとかを少し変えたり、ここなんかは一緒に平行に上がっていっていますけれども、この部分をもっと違うところに持っていく。今度はこのようにしておいて、下はもっと低いところも作る。こうなるとどんな風になるでしょうか。街角のランタン、口ずさんで、ちょっぴり僕に微笑みながら、このようになりますが、3音ともがここに入ってきていますよね。それをいろいろコントロールできるのがここなんです。ここの使い方を言う前にプリセットを変えてみましょう。街角のランタン、口ずさんで、街角のランタン、口ずさんで、このようにいろんなバリエーションができて、それがミディでなるわけです。ちょっとこれをもう一度リセットしますね。フルリセット。こうします。そうすると今ノートというのだけになっていますが、ちょっとよく見てください。ここに SP という小さな文字が現れています。この SP って何かと言いましたら、この SP なんですね。ここでセパレートを組むことができます。するとどうなるかと言いましたら、街角のランタン、口ずさんで、はい、距離感をこのつまみで変えることができます。やりながら変えていきます。ちょっぴり僕に微笑みながら、街角のランタン、はい。そしてこのセパレートというここですね、サイコロが出てきまして、このようにランダムに切り替えることができます。微笑みながら、街角のランタン、口ずさんで、ちょっぴり僕に
みながら。このようにもできますし、ここに A1 というのがあります。この A1 というのはどういうことかというと、ここにアタックとかサスティーンとか、いわゆる ADSR、シンセサイダーのように、一つの音に対してどのような音の出方をさせるかというような設定ができるんですけれども、これが効いているとですね、街角のランプン、口ずさんで、ここでこのレベルというのを自動的に制御してくれるということになるわけです。もちろん自分ででももっと面白いことができます。今パンは音の高さによって左右に分かれたりしてるんですけれども、ここにこのモジュレーションを加えて動かすこと、そういうようなこともできるようになっています。一つの音自身をバイブレーションをかけたりとかですね、微妙な音程を変えたりとかですね、こういうことはこれを選ぶことによって学習していくことができます。ちょっぴり僕に微笑みながら。プリセットがどんな風に設定しているかを見ると、あ、これはこういう風に使うんだという風にだんだん分かってきます。例えばこれですね、ふわ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 動いています。ここで SP というのがかかっていますので、このセパレートがこのように動いている。そしてここでは A1 がまた働いている。これによりこんな動きのあるものができるわけです。どうでしたでしょうか。最初の方は初心者が簡単に、そしてオーソドックスにできる手法というのをお話ししました。二つ目は、そもそも和音ってどうやって作るんだということです。先ほどもやりましたように、和音を与えているわけですね。例えばこれをざっくり消してみますね。そうしましたら、一音だけしかいきません。街角のルンポン、口ずさんで、ちょっぴり僕に微笑みながら。このようにハーモニーはミディで作れるという話ですね。いわゆるボコーダーといったら、まあちょっと間違いがあるかもわかりませんが、ミディで作った音程がですね、ボコーダーのような働きをして、そして音を発生するということなんですね。そしてそれが学べたらですね、次はこのウェーブスハーモニーの下の部分ですね、いろんなエフェクトがここで作れて、それをいろんなパラメーターに反映できるということです。このモジュレーションをピッチに反映する、そんなこともできます。いろんな使い方ができて、バリエーションは無限のハーモニーが作れるということです。先ほどのネクター3とか、もしくはここにすごく有名なハーモニーの王道とでも言えるアンタレスのハーモニーエンジンというソフトもあります。これは少しちょっと高価です。でもこれでハーモニーはオーソドックスには一番綺麗に作れます。街角のランプン、口ずさんで、このように足していきます。ちょっぴり僕に微笑みながら。街角のランプン、ここはオクターブ上、口ずさんで、あ、下だ、ごめん。ちょっぴり僕に微笑みながら。街角のランプン、口ずさんで。コードで綺麗でオーソドックスで分かりやすいという意味では、さすが長く培ってきたハーモニーエンジンというのは
とってもよくできています。でもちょっと高価です。 3,4 万するのかな、もうちょっとやったかな。そんな感じでハーモニーだけのために使うというのにはかなり敷居が高いわけですけれども、まあ僕は今回ウェーブスの新しいプラグイン、ウェーブスハーモニーを買ってみてですね、これはいける、初心者の人にもとっても簡単だ、ボタンを押すだけでハーモニーができる、その良さもありの、そしてこのようにとっても複雑なエフェクトもできるのでですね、ミュージックデザイナーというか音楽をプロデュースしていく、そういうプロの立場の人でもうまく使いこなせる、この両面を持ったウェブスハーモニーというソフトはとっても素晴らしいと思いました。今キャンペーンで29ドルで買えたのでウヒウヒでしてですね、そこへまたちょっと円高傾向に戻ってますのでですね、できたらウェブスのプラグインは2022年の12月現代ではですね、外国で買う方が安いです。これは今キャンペーンかかってますけども、日本で買うと4400円ですけれども、本国のサイトでは3800円台ぐらいで購入できます。プラグイン買うときってね、やっぱり円の相場は見て買う方がいいですよ。もういつも私はここで買ってるからとか言うんじゃなくって、1000円ぐらい2000円ぐらいの差はすぐに出てきますのでね、プラグイン買うときはそういうふうにして海外と国内を分けるようにするといいと思います。ただこれはもしキャンペーンが終わってしまうと150ドル前後だったと思うんですけれどもですね、まあそうなってくるともう2万円ぐらいになってくるのでちょっと買いにくい、今は案外手に入れ時というかそういう時期だと感じています。宣伝ではないですけれども、このソフトが29ドルだったらとっても安いと感じました。皆さんももしお持ちの方でうまく使えてなかったという方は、簡単なハーモニーを作るところからですね、より複雑に作っていくところも勉強してください。そして今日は一つ一つの解説は全くしませんでしたが、今度はこれを細かく解説をする動画も上げていきたいと思いますし、もしウェーブスのプラグインではなくてですね、アイドトープのネクターを持ってるという方はですね、中間のところで話しましたキースケールにスナップして、そしてハーモニーは動かす、もしくは複製する、そういうふうにして作ると一発で簡単に、そしてスケールを外さないハーモニーが作れるというね、こんな簡単なことを YouTube の動画でもですね、もうプロ中のプロのような人がハーモニーはこうして作るんだよってお話はして、正解な理論は教えてくれるんですけれども、その人が解説動画でですね、このハーモニーを作るときにアボイドノート、いわゆるスケールから外れた音になったものをですね、一個一個ちま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 動かしてるんですよね。せっかくの DTM の機能がうまく使えてないということになります。必ずこのようにスケールスナップとでも言うんでしょうかね、こういう機能は最近の DAW ではかなりたくさんのソフトでついていますのでですね、皆さんの持ちの DAW にもあるという方はですね、これをうまく使わない手はありません。もうハーモニーに悩むことはないんです。思うように上げるとスケールを外さないハーモニーが簡単にできるわけです。そして一音がここは思いっきり下げてみようとか、トリッキーなものをするにしても、それでもスケールは外れないんです。その一番基本的なことですね。メロダインででもそれができます。 DTM であるがゆえんのですね、理論が分かってなくても簡単に正解が導き出されるというのがDTM の特権ですので、皆さんここを忘れないで、もっと便利にもっとできることはないか、そんな感じで考えていただくと、また新しい発見ができるんではないでしょうか。村長スタジオでした。